ゴート、音楽番組待望の出演は果たされるのかファンの期待とは裏腹な真相。日本の音楽業界に衝撃を与えた、ゴートがいまだに音楽番組に出演していない興味深い理由が明らかになった。多くのファンがそれを楽しみにしているが、これまでこの名曲を流す音楽番組はなかった。この件について、平野志耀、神宮寺勇太、岸優太の3人の思いを明らかにしてみよう。ナンバー、 は、2024、年、1、月、1、日にローンチされましたが、存在してから、1、数気も経っていません。全国各地でソロコンサートやイベントを精力的に行っているが、多忙なスケジュールのため、音楽番組への出演が難しいこともある。ファンは CD の完成と新曲のリリースを心待ちにしているが、スケジュールに間に合うかどうかは不透明だ。これは多くの観客の願いですが、私の意見では、 今年3月の東京ドームでの音楽賞のためにとっておくと思います。ナンバーアイ、愛、は日本での人気が高いので、積極的にテレビ番組に出演する必要はないでしょう。彼らは、ライブパフォーマンスや特定のイベントを通じて、国内のファンに楽しんでもらう計画を立てているのかもしれません。一方、ファンは彼らの開発戦略を楽しみにしています。 そう、これは視聴者を引きつけて、戸部正治に利益をもたらすための巧妙な戦略なのだ。同社のグループへの投資に値するものであるため、私はファンとしてこれを全面的に支持する。ナンバー、愛が国内の音楽番組に出演せずに、国内外のファンにリーチする新たな戦略を模索している可能性もある。例えば、海外でのライブや配信、海外メディアとの連携など、新たな展開が期待されます。これは、 世界舞台での当社の存在感を強化するのに役立ちます。これは、世界中の主要な音楽グループが取ってきた措置と非常に似ています。近年、芸能界では従来のジャニーズタレントに頼らない新たなアーティストが注目を集めている。また、ナンバー、アイ、ハホカと比べて際立っており、従来の考慮事項や規制に束縛されず、独自のスタイルで運営できます。 これも音楽番組出演に対する新たな取り組みの一環と言えるだろう。そうして初めて、彼らは音楽で満足する精神を持つことができるでしょう。なぜなら、芸術は制限的で圧力のある環境では発展できないからです。ファンの期待が高まる中、ナンバー、愛、はみらに目を向け、ファンに感謝の意を表します。ファンが新しい曲や舞台裏の映像を楽しみにしているので、彼らは成長し続けます。 彼らが頑張ってくれれば、それがファンにとって最高のご褒美だ。ナンバー、愛の音楽番組出演に関する新たな情報を楽しみにしています。彼らならではの芸術性とエンターテイメント性がさらに発揮される瞬間をファンは楽しみにしている。